前田がついています。スイッチになっている。外に出した斉藤、ショットクロック進むぞ。ホリフィールド、こちらも2でお返しということになりました。一気にアタックを仕掛けていく前田、そこから、いや、これは奪っている。斉藤から村上、ファストブレイク、ターンオーバーからの得点。いや、前田も今のところよく見えてますね、はい、しっかり見えてますので、あ、走り合いになってきたぞ。斉藤のアタック、斉藤のアタックだ、来た。さあ、コントロールしていきたいところです。斉藤、ハンズオフ、スリーポイント来た、ね、さあ、今日は斉藤で来るか。ハンズアップ、デイビス、岡島のアタック、イージーレイヤー。3はリーグ2位です。外に出した、もう一度ポンプフェイクから、今度はどうか、工藤のスリーポイント来た。ここもインサイド、アシュリーダンクに行ったが、さあ、アウトナンバーになっているぞ。ホリフィールド、一気に駆け上がっていく、決めた。阿部がボールを持っています。さあ、インサイドでは龍が激しく手を挙げている。ホリフィールドのスリーポイント来た。そして何気に今のが木田隆明、今日初の得点でしたが、今の見事なバックカットでした。白戸、ステップバックからのエルボーからのジャンパー、沈めていった。今日は刀でカッティングで切りつけてきます。ホリフィールド、フェイダーウェイ、沈める。シールを貼って白戸のスリーポイント来た。白戸のアタック、白戸のアタック、そしてインサイドの合わせ、ホリフィールドというところでしたからね。山形としてはこれ打開していきたいですよね、はい、まずこのクォーターで何としても一桁。さあ、パードンが外に開いてきた、スリーポイント来た、コーナースリー、ジェームズベル、4点差。いや、オフェンスリバウンドから、いや、自ら打開していきました。さあ、ショットクロック進みます。岡島のアタック、インサイド決めていった、エンワン。コーナーからロブパス、フェイダーウェイ来た。スリーポイントももちろんですが、この人にはこれもあります。阿部、逆をついている、ダブルクラッチ来た。アシュリー、ブロックショット、これを拾ってほしい。あ、時間がないですのでね、早く狙わなければいけません。ここもフェイダーウェイ、フィンケ来た。特に千葉はチャンスがあるとダブルチーム来ますので。いや、本当そうですね。開いたぞ、ホリフィールド、ダンクショット。ホリフィールド、ミスマッチになったところ、フィンケ、エンワン。PK 飛ばせて3ポイント、コーナーから来ました。これはそろそろファールを考えなくてはいけない。ブロックショット。さあ、残り